それで弱点を攻めろ。たぎるぜ。俺から行く。よろしく。任せて。なんと、シーダ、力を貸して。もちろん。行くわよ、翼。クロム、俺に力を貸してくれ。おう。準備 OK だよ。その技で準備 OK だよ。走れ、内向。攻撃を逃すな。衝撃いっつり頼んで。これね。あいつで最後だ。セッション、行けるぜ。行かずしよう。よし、俺から行くぜ。繋いでくれ。絶対決めるね。いいわね。みんな、大丈夫か。ああ楽勝だな。セッション引けぜ。いいね。一番やり、翼じゃん。そうね。これで。いつもドジってばかりじゃないんだから。了解。シーダに教わったらいいわね。ついてきて、トーマ。おりゃ。とどめ。じゃあ俺も本気で。合わせるからね。ついてきて、今だ。もう一つおまけ。決まった。クロム、俺に力を貸してくれ。おう、この攻撃だ。イカズチよ。よし、一番やり、いけるか。そうね、これで。油断するなよ、トム。わかってるって。準備 OK だよ。うおー、俺から行く。行ってくれ。もう一つおまけ。いいわね。翼の力見せてあげましょう。うん、シーダ、ついてきて。追撃、追撃！
それで弱点を攻めろ。それよ、任せたぜ。カイ、俺から行く。頼んだ。もう一つおまけ。これで俺はお前を信じているぞ。頑張るよ。この攻撃だ。キル、これだな。衝撃いけるか。そうね、いいわね。すごい。いつでもいいぞ。いいね、貫くよ。いいわね。俺から行く。次、ナイスコンビネーション。勝利。まだまだ。やったね。間一発。うわ。うわ。よし、もう一頑張りだね。よし。私のやりさばき、うんうん、俺から行く。よろしく。ナイスコンビネーション。よし、ライガの動きを思い出せ。よし、受かて。じゃんけんだ。ついてきて。任せた。絶対決めるね。いいわね。どうすれば。大丈夫だ、俺がついてる。よし、血の刃よ。この日を逃す。俺に続け。シクヤラン、もう一つおまけ。決まった。次はどうしようかな。オッケー、全部なぎ倒すよ。始めよう。任せた。おりゃ、勝利。ラスイッチ、いつでもいいぞ。たぎるぜ。ジャックだ。始めよう。閉じるなよ。そうね、これで終わり。みんなの応援のおかげだぜ。俺の技、今の五木なら使いこなせる。俺のとっておきだ。受け取れ、トーマ。おお。おお。
こんにちは。こんにちは。こんにちは。いや、実は相談というのがさ、女のことなんだよ。珍しい。どうも女の子の話だなんて。そのことだな。お前に手伝ってほしいことがあるんだ。ゲノム怪人がこんなとこで何やってんだよ。何？お前は？なんだよ、テレビ見てやったのにさ。こないだ言ったことは嘘だったのかよ。結局こんなところでやってるセコいショーで満足だったの。それも怪人役でさ。まあ別にいいけど、あんたが一方的に言っただけだし、俺も最初から期待なんかしてないし。ちょっと、トーマ。なんだよ、こんな子供を殴るわけ。すまなかった。俺、なんとかお前に笑ってほしくてさ、それでつい、嘘をついちまった。そんな理由で。ほんと、バカみたい。いつか必ず、俺は本物のヒーローになる。そしてお前を。もう笑えるわけないよ。だって離婚したんだ、お父さんとお母さんが。お母さんは毎日泣いてばかりだし、新しい学校ではいじめられるし、世界には何にもいいことなんてない。こんな世界で笑えるわけないじゃん。だったら俺が必ず本物のヒーローになってお前を笑顔にしてやる。どうせまた嘘でしょ。違う、これは約束だ。だからもう一度俺のことを信じてほしい。約束？そうだ。みたい。なあ、いつき。修行だろ、付き合うよ。ありがとね。今度の修行はナンパだ。え？言っておくけど、俺はマジだぜ。実は今度ヒーローショーに顔出しで出演することになったんだ。ライガの変身前の姿、兵馬役でな。ライガーなのに兵？なあ、もうそこはいいんだよ。でな、ヒーローショーの集客アップのために女性層を取り込もうってことになったわけよ。そこで素顔の戦士を登場させようと相なったんだが、本物の兵馬役の俳優は急遽キャンセル。代役として俺に白羽の矢が立っちゃったの。どうもライガの監督が話したらしいんだよ、あいつを使ったら。買われてるってことか。よかったじゃないか。だけどよ、ハードルは高いぜ。兵馬役の桃園優太くんはお母さんたちだけでなく若い女の子にも人気の
話題沸騰中の若手俳優だ。代役に立つ以上、俺も女心をくすぐる立ち居振る舞いを覚えなきゃいけない。それでナンパか。でもナンパとかよくわかんねえし、ネットで見たら一人よりも二人で行くべしとか書いてあったの。つまり俺と一緒にナンパしてください。しょうがないな、こうなったら頑張るしかなさそうだ。さすが我らの五木様、頼もしきお言葉だぜ。場所はそうだな、原宿なんかが良さそうじゃないか。確かに女の子も多そうだ。決まりだな。そしたら一旦解散だ。準備できたら原宿来てくれよ。なってるよ。それを言うなって、スイッチ入れたんだよ。シラフでナンパなんてできねえだろ。お前も気合い入れていけよ。へい彼女、 ねえ俺たちとお茶しない？なんで？なんでって なあ、いつき。君とお茶したいと思ったから。え、ダメかな？ダメじゃないけど、あなたたちのこともよく知らないし。じゃあ連絡先交換しようよ。そうすれば知り合いになれるし、お茶はそれからでも。確かに。おお、じゃあさ、早速。いいよ。じゃあね。いつき、お前やるな。よくはもう自然に。え、そうだったかな。そうだよな、お前はそういうやつだった。つばさちゃんも同情するぜ。よし、次行こうぜ。次。次、あのお姉さんとかどうだ。今度は俺が行ってくる。頑張って。こんにちは、お姉さん。ねえ、俺たちとお茶しない？しない。いつき！
じゃあコーヒー飲もう。何その返し。それちょっと面白いかも。ってことは？いいよって言いたいとこなんだけどね、今忙しいからさ、トピの ID で許して。マジですか？やったー。お前なかなかやるじゃねえか。でもお前のやり方見てたら、なんかコツみたいなの分かってきた気がするぜ。そうか。なあ、次は俺にやらせてくれ。絶対連絡ちょうだいよ。結構な人数に声をかけたな。どうだ？俺分かったぜ。女心をつかむのに必要なのは、負けることを恐れない勇気、へこたれない根性、そしていつもと違う自分に変身することだ。よっしゃー、こいつでバッチリだぜ。ああ、見てろよ、次のショー絶対決めてみせるぜ。フォーマが集まる。これでいい。それじゃあカルネージフォーム。今作ったカルネージ、次は何？それじゃあ、やったな。俺だってまだまだ高みを目指せるはずだ。それじゃあ、これからも俺は突っ走るぜ。わからん、全くわからん。どうした、アカイン？一体なぜ英雄になろうという男が女の尻を追いかけることになるんだ。
この世界の英雄にはそういう段階も必要なの。大丈夫なのか。あ、本当にこのままお前を信じて大丈夫なのか。はっきり言って俺には不安しかない。本当にはっきり言いやがった。大丈夫だって。こう見えて着実に進んでる実感があるんだ。そうか、ならばもうしばらく見守ることにしよう。お前はバカだが、あの少年との約束をたがえるような男ではないからな。ああ、もちろんだぜ。あの少年、どこかお前に似ているところがあるな。パフォーマの輝きなど、特に。そうか。まあそれはいいって。それじゃあ行ってくるぜ。今日はドイツをゲノム怪人に改造してやろうか。待て！俺が来たからにはもう好きにはさせない！お前はストリートの最先端をひた走るイカズチの牙。俺の名は牙兵馬。大丈夫みんな。そしてお怪人、子供の未来、美しい女性はこの俺が守る。さあ、用意しれな。ライトニングシステム、フルスロットル。変身。お疲れ。ノリノリだったな。ああ、怒られるの覚悟でアドリブ入れまくっちゃったぜ。ま、ナンパの成果は発揮できたか。女性客の反応は相当良かったよ。本物のユータ君よりもいいっていう人もいたくらいだ。お前に付き合ってもらった甲斐があったってもんだぜ。あいつは見ててくれたかな。ああ、あの子供端っこの方で食い入るように見てた。そっか。ところでトーマ、なんでそこまであの子を気にかけるんだ。ああ、その話か。話したくなければ話さなくてもいいよ。友達だからって全部知ってなくちゃいけないなんて気持ち悪いしな。いや、別に秘密ってわけでもないんだ。お前にはいろいろ協力してもらってるし、知っておいてもらいたい。うん。あいつ、ガキの頃の俺にそっくりなんだ。実はさ、俺があいつくらいの年の頃に両親が借金で蒸発してさ、俺、じいちゃんに育てられたんだよ。学校ではいじめられるしで、世界に絶望してたんだな、ガキなりに。だけど、そんな時にテレビのヒーロー番組見て勇気を与えられたっつうか、救われたんだ。毎週毎週えげつない怪人が出てきて、毎週毎週こっぴどく痛めつけられる。それでもくじけずに立ち向かう姿にさ、ヒーローってのは誰かに勇気と笑顔を与えられる存在じゃなくちゃならないんだ。俺はあいつにとってのそういう存在になりたい。となれるさ、お前ならヒーローに。ああ、サンキュー、イツキ。